ラーメン、和歌山ラーメン、和歌山ラーメン、和歌山ラーメンは主に和歌山県北部で専門店や大衆食堂で出されるご当地ラーメンである。店では中華そば略して中華と呼ぶのが一般的だが一般的にはラーメンでも通じる。味は一般に豚骨醤油味と呼ばれるが大きく分けて2つの系統がある。また他にも食べ方。 店での応対など、他の地方には見られない風習が多く、一つの地域文化を形成している。和歌山、特に中心となる和歌山市では、戦前からラーメンが食されていたと言われており、井出商店の井出つや子は、昭和8年には中華そばの屋台があったと発言している。戦後は、屋台のラーメン屋が多数県を連ねた。これは、 和歌山が湯浅などの醤油産地に近いため県民が醤油の味に慣れ親しんでおり、また林県などからスープの材料となる豚骨や鶏ラ魚介類などを仕入れやすかったためであるとされる。しかし、和歌山の中華そばは時折在阪メディアに発信されることはあったが、全国に広がることはなく、あくまで地元に留まっていた。さらに、この中華そば文化が、 和歌山独特のものだとも認識されることはなく、まして、和歌山ラーメンという呼び名も用いていなかった。この和歌山ラーメンという呼び方が使われるようになったのは1990年代後半からで、東京に出展したマッチ棒が初めて和歌山ラーメンという名称を用いたのが始まりである。そして1998年元日に放映された TB チャンピオン。 日本一うまいラーメン決定戦で、石上秀幸が、和歌山市の井出商店を推薦、全国の並みいる、競合店を抑えて優勝した。さらに新横浜ラーメン博物館に、臨時出店するなどし、首都圏を中心にして人気に火がついた。それにより、テレビや雑誌にも、和歌山の中華そば屋が、盛んに取材されるようになり、また大手即席麺メーカーからもカップラーメンが、 発売されたことなどによって、和歌山ラーメンという名称が認知されるようになった。また、この和歌山ラーメンの開拓は、徳島ラーメンや旭川ラーメンなど新たな全国ご当地、ラーメンブームの火付け役にもなっている。2006年10月27日、和歌山県製麺協同組合が、地域団体商標制度を利用して、商標権を取得している。和歌山ラーメン麺は、 縮れのない細麺が一般的。色は黄色い。一部手打ちの店があるが機械製麺が一般的である。麺の茹で加減は店によって様々であり、個人の好みで硬さを変えることができるので、セオリーが確立されているわけではない。具は刻んだ青ネギ、メンマ、チャーシューなどの他特徴的な具としてかまぼこ、またはかまぼこ型にナルト模様が入った、千代巻が入る。 これは、地元のかまぼこ会社の宣伝活動に起因する。薬味は、基本的に胡椒のみであり、ニンニク、背脂などはまず置いていない。そしてテーブルに出される前からあらかじめ振りかけられている、店もある。和歌山ラーメンには大きく分けて、醤油ベースの豚骨醤油味と、豚骨ベースの豚骨醤油味の二つの系統がある。ただし、正確な表現ではない。製法は豚骨を、 鍋一杯の醤油で炊き込み、十分に味が染み込んだところで豚骨を取り出す。そしてこの豚骨を炊き込んで、スープを作る。この際に、鰹節や香味野菜、鶏ガラなどを合わせる店もある。また、チャーシューも醤油で煮込み、この煮汁をスープに合わせる店もある。味は見た目に対して、すっきりしており、醤油の濃くと香りが引き立つ。本家は、丸高という店で、 地元には、のれんわけの店舗も含め、大半の中華そば専門店がこのスタイルである。ゆえに、地元のものらが、和歌山の中華そばといえば、この味を連想するものが多い。また、この系統には、丸の店舗が多い。昭和46年まで、和歌山市には、路面電車が運行しており、拠点だった堀止めに、路面電車の車庫があった。車庫の前で、屋台営業していたのが、 マルグルで、今は、マルグルの本店は、君い寺公園、競技場前に移転している。このため、分流といえるいで商店の手法の店舗が少なかったこともあり、竹内信が、この従来の和歌山ラーメンの味に対して、車庫前系などと呼んでいた。他にも、大衆食堂で中華そばを出す店が多い。製法は豚骨をゼラチン質が溶け込むぐらいまで煮込み、 ドロドロに乳化したスープに醤油を合わせて味を調節していくというものである。味は前者に対して濃厚だが、決して油臭くなく、豚骨の旨味が醤油とマッチする。この製法は、醤油ベースの中華そばを作る際に豚骨を煮立てすぎたことによって偶然生まれたものであり、その派生的なものである。このスタイルが井出商店の製法であり、 TV チャンピオンのラーメン選手権特番における優勝新横浜ラーメン博物館への出展などによってこのスタイルが全国区となった。東京に出展し、和歌山ラーメンの知名度上昇に貢献したノリアやマッチ棒もこの系統である。しかし、あくまでもこの系統は地元では少数派であり、醤油ベースに対して店舗数は格段に少ない。そのため、 和歌山ラーメン、すなわち、井出商店のようなスープという図式は大きな誤りであり、世間の認識と地元の認識に大きなズレを生む元にもなっている。また、井出商店の流れを汲む店は、ほとんど、特に県外にあるものは模倣によるものである。しかしながら、この製法が全国的に有名になってからは、県内でもこの系統の店舗数増加が際立っている。また、 これらのスープの系統に対して、醤油ベースがシャコ前系、豚骨ベースがイデ系などと呼ばれていた時期があった。だが、これは、新横浜ラーメン博物館広報の竹内真が、分類を明確にするために名付けた名称であり、歴史的経緯などから鑑みても正しい表現とは言い難い。そのため、竹内が後に、勝手な名称をつけてすみませんと謝っている。また、 これらのいずれにも該当しない系統のラーメン店も多数存在しており、鶏ガラベース、魚介類ベース、その他地方ご当地ラーメンのチェーン店など様々な店舗が見られる。和歌山の中華そば文化は非常に独特であり、以下に挙げるような特徴がある。店舗で出される中華そばの量は、ほとんどの店で大盛りの注文は可能であるものの、標準では少なめに設定されている。 これは、客が中華そばと同時に、早寿司を食べることを前提にしているからである。早寿司とは、奇襲名物の鎖寿司、なれ寿司を十分に発酵させていない状態の鯖寿司で、ある、早なれのことである。寿司を汗の歯で巻いているのが、本格的だが、近年は、プラスチック製のものが主流である。早寿司は大抵、テーブルの上に置かれている。また、 巻き寿司が置かれている店もあるが、ラーメンと一緒に寿司を食べる地域は、全国的にも類を見ないものである。なお、このような習慣が生まれた理由は、もともと関西では定着している、うどんと同時に寿司を食べる習慣が派生したものと見られる。ほとんどの中華そば屋には早寿司と同じくゆで卵が置かれている。元祖は不明だが、比較的身の濃い醤油との相性が良い。 慣例はなく、食前に食べたり、砕かずに、ラーメンに乗せる、砕いて、ラーメンと一緒に、スープになじませる、麺を食べ終わった後で飲み干すスープに溶かす、食後の締めに食べるなど様々である。牛ホルモンに味噌タレをつけて焼いた、どて焼きや、おでんが置かれている店もある。これは、お酒を飲んだ後に、中華そばを食べる習慣があるためで、おでん。 土手焼きが置かれている店は大概、深夜遅くまで営業している。一方で、他地方のラーメン屋などに必ずと言って、いいほど置かれているチャーハンや餃子、唐揚げなどの中華系、サイドメニューは、一部の観光客向けの店を除いては、ほとんど置いていない。和歌山の中華そばは、中華料理として捉えられていない部分があるからであり、また寿司を食べる習慣が根付いていることからご飯を、 提供する店もほとんど見られない。ただし、大衆食堂の場合は、ご飯や丼物、定食が前提であるので、この限りではない。逆に、このような店では寿司を置いていることは稀である。井出商店が火付け役となり、地元に脈々と根付いていた中華そば文化は、在京マスコミからテレビ番組、雑誌などを媒体として情報が発信され、 また大手即席麺メーカーからも商品が出されたことなどで全国に知れ渡るようになった。それゆえ、1998年以後、和歌山ラーメンを食するために和歌山を訪れる観光客の増加が顕著であり、またビジネスなどで出張や営業のための訪問がてら、和歌山ラーメンを食べて帰るということも多い。このような近年の傾向を受けて、 和歌山市観光コンベンションビューローでは、和歌山ラーメンマップを発行して、和歌山駅などの玄関口に置いたりして、観光客のニーズに対応している。和歌山ラーメン特許庁サイト内。ありがとうございます。